Kim Pineapple, Apple Pen. Das ist das Ganze. ちょっと今家族4人でご飯食べてるんですけど、ドイツで一番有名な日本人が誰か考えてます。多分香川。そうだね、サッカーとか有名だから多分香川とか、あとドイツで活躍してるサッカー選手とかが有名かなっていうのをゲスしてます。なんかドイツでは日本人がスキージャンプで強いっていうのがなんか有名らしいけど、日本人のスキージャンプは誰一人知らなかったけど、なんか日本一番有名な日本人思いつきました。ピコ太郎じゃない？試してみましょう。Kim Pineapple, Apple Pen. Das ist das ganze Lied. Okay? No, I don't know. 残念ながらレノの両親はピコ太郎知らなかったらしいです。知らなかった。衝撃だよね。だってあんなに YouTube で再生された超有名なピコ太郎知らないっていうね。そっか、 YouTube 見ないのか。 One hour later. 実はご飯食べた後もずっと歩きながらドイツで一番有名な日本人は誰かっていうのを考えてて、ついに結論出ました。日本で、違う、間違えた。ドイツで一番有名な日本人、天皇っていう結論が出ました。ちょっと最終的に天皇か安倍首相かどっちかになったんですけど、福島原発の事故の件で海外メディアで安倍さんが出てたっていうことなので、まあ、ドイツでも日本の首相は安倍首相だっていうのは知られてる、まあ、もちろんですよね、知られてる。で、その安倍首相か天皇か最後迷ったんですけど、レナのパパとママ曰く日本と言ったら天皇だということで天皇に決まりました。今日は家の紹介をきます。闇に包まれた地下1階。